皆さんこんにちは、あやです。はい、ご覧の通り自宅ではございません。本日は出張に来ておりますね。なんだろうね、出張って私あんましたことないんですけど、終わってからホテルに着くまでが早いので、普通に仕事を終えて自宅に戻るより近いし早いって時間に余裕がありますね。はい、というわけで本日は何の動画かと申しますとですね、これでございますね。はい、私ですね、以前お伝えしたいことがあるという動画でですね、映画を見る数をちょっと意識的に減らしますというお話をしました。その理由がですね、なんとトム・ヒドルストンの舞台を見に行くためだけにニューヨークに行くというですね、だいぶなんというかですね、ちょっと土地狂ったというか、まあ愛は国境を越えすぎるという話になりますね。はい、というわけでですね、実は私以前にも国境を越えたことがありまして、トム・ヒドルストンのために、2018年のアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーのプレミアを見に韓国に行った経験があります。はい、22時間並びました。はい、大変でしたあの時は。はい、でも行ってよかったと思いますが、あの現状を知ってて行くかって言われたら結構悩む感じのビッグイベントでした。はい、というわけでですね、今回は韓国のようなちょっと近いところではなくてニューヨークでございます。はい、英語はできない、英語圏の外国に行ったことがない一人、しかも2泊4日という弾丸、大丈夫かっていうところですね。この動画でですね、どういうふうに準備をしていって私が無事にニューヨークから日本に帰ってこれるかというのはですね、ちょっと残していきたいと思いますので、そのタイトルがですね、愛は国境を越えすぎるというですね、現実と虚構の間に非常によく似たゴロドタイトルになっております。はい、ちょっとまだ髪を乾かしてなくて申し訳ないです。はい、というわけでですね、第1回愛は国境を越えすぎる第1回目はですね、お金の話を、ごめんなさい、ちょっと今顔がすごいむくんでると思って、お金の話をしたいかなと思いますね。まあ2泊4日の弾丸ニューヨークなんですけど、いきなり決めたので、別に私お金に余裕があるような人ではないので、カツカツで生活をしている普通の一般的な人なので、まあそのためにですね、見る映画を節約をして頑張ってニューヨークにトム・ヒドルストンに会いに行こうということで頑張っております。なので結構ですね、もう映画をかなり見ようとしているので、なんだろうな、暇ですね、はっきり言って映画館に行かない日々はそんな感じでございます。というわけでですね、今日はお金の話をしましょう。はい、そうだ、さっき言った、そうで、換算なんですけども、ね、日本円でいろいろ取ったものと、ドルで、US ドルで取ったものといろいろあってですね、ちょっと計算が。一応ですね、行くのは9月の半ばなんですけども、ちょっと今円高ですね、思ったよりも。9月の半ばにかけてちょっとどうなるかっていうのはわからないんですけども、一応7月29日の時点で 1ドル108円というところで換算をしていきましょう。はい、というわけでじゃんじゃん行きたいと思います。めっちゃお金かかる、これが高いのかどうなのかもわからないぐらい海外に行ったことがないというね。はい、まずはですね、この舞台バトレイヤル、ニューヨークブロードウェイのチケット代ですね。これびっくりするほど高かった。私舞台っていうのはほぼ見ない、日本でも見ないし外国では全く初めてなので、いくらぐらいが相場なのかわかんないんですけど、今回のバトレイヤルの、は、ジェイコブズシアター、ニューヨークのタイムズスクエアの近くにある、バーナード B ジェイコブズ、なんか照明が暗くなったり暗くなったりしない、バーナード B ジェイコブズシアターっていうところで、あ、ライトあった、いいですね。でジェイコブズシアターというところで、行われまして、でチケット代がですね、結構振り幅があってですね、下は69ドルぐらいから上は250ドルぐらいまで結構差があって、何の差なのかちょっと分かんないんですけど、席によるのかな、結構大きいスクリーンで、だからちょっと値段に差があるのかは分かんないんですけども、なんかね、選べるんですよ。普通にちょっと安いエリアと169ドルぐらいが最高のオーケストラエリア、1階席みたいなエリアと、でも真ん中ら辺の200ドル以上の席と3種類ぐらいから選べるんですけども、ほぼほぼチケットが売り切れておりまして、でなんだろうな、チケットをそう誰かが売りに出したら取るみたいな、結構そんな感じの、迷ってたら
なんか売り切れちゃうみたいな感じなので、でその間になんか別の席がまた売りに出されるみたいな、ちょっとよくわかんないシステム。でこれがですね、私が取ったのは169ドルの席でございます。びっくりしますね。ちょっと待ってくださいね。169ドルって、ね、1万8500円なのね。びっくりする。はい。しかもですね、あの航空券をちょっと取った時にですね、あの私が舞台を見る日の前日の昼につけるっていうことが判明して、じゃあその日の夜も舞台が見れるじゃないかということで、1公演ではなくて2公演分のチケットを取ったんですね。というわけで、18,525円かける2ということで、チケット代で37,000円いっておりますね。やばいですね。はい。ここに電卓がありますね。37,000円。はい。これがまずチケット代でございますね。はい。で航空券、よいしょ、航空券ですね。はい。これもですね、速攻を抑えました。まずこっちのチケットを取ってからね。で航空券は、ネットで取ったんですけども、これね、思ったより安いと思った。ですね、今回利用するのはエアチャイナーでございます。 LCC ですね。で、北京乗り換えがあって、でその乗り継ぎの時間が2時間しかないから、タイムラグがめっちゃ少ないんですよ。だからキックス関空から私 JFK に着いて、で帰りはあのニューアーク、あのファーフロムホームでみんなが帰ってきた空港なんですけども、関空のキックスから JFK と、ニューアークからで北京乗り換えてキックスと大体同じぐらいです。20時間ぐらいです、行きも帰りも。40時間ね、計40時間、ちょっと覚えておいてください皆さん、計40時間。はい。で、航空券がですね、これが、なんと82,142円プラス、一応サポートをつけているので、これ何のサポートかちょっと分かんないんですけど、82,142円。これは安いと私思うんですけど、いかがですかね。はい。だってチケットが4万円近くしてって、航空券ニューヨークまで行くのに8万円って結構安いと思います。はい。でホテルなんです。これがね、大変でして、さすがニューヨークめちゃくちゃ高い、あの 4,5万とかのところしかないんですね。これは困ったと、っていうか、あの節約するならここしかないと思ったので、思い切ってですね、私ドミトリーを取りました。ドミトリーって皆さんご存知でしょうか。一つの部屋に2段ベッドとかが置いてあって、そのベッドだけ借りてるみたいな状態のところでございます。いわゆるホステルというやつですね。はい。そこがですね、これ結構安いと思います、ニューヨークの中では。これがですね、2泊で125ドル77セント。これセントラルパークの近くのめっちゃ立地がいいところですね。アンセル・エルゴート君とかテモシー・シャラメとかアーク・ワヒナとかの出身校であるラガディア高校のめっちゃ近くです。だからちょっとラガディア行きたいなと思いながら。でこれが、125ドルで、108円で換算すると、13,500円ぐらいですね。はい。これがホテル代でございます。で肝心なのが忘れた、あの航空券取ったけどまだちょっと取ってないんですけど、調べたらまだ予約ができなくて、あのキックス関空に行くまでの京都から関空までの交通費ですね。私いつも関空に行くときはバスを使うんですけども、この間普通にいつもの感じでバスに乗ろうとしたら、なんと満席で、で2時間先ぐらいまで満席ってことが私初めて起こったんですね。なので予約をこれはしないといけないっていうことでですね、バスなんですけども、京都関空往復で、4180円でございます。片道2500円くらいなので、往復で買うと安いよっていうチケットがあるので、これで買おうかと思ったら4180円ですね。結構これもいい感じに抑えられているのではないかなと思いますね。よいしょ。そしてですね、皆さんご存知でしょうか、こういったものですね。これですね。はい。アメリカ合衆国に、入国するとき、ハワイも含めてなんですけども、申請がいります。ビザじゃないんですけども、私はテロリストじゃないよっていうことを証明しないといけないので、ESTA という、エレクトロニックシステムフォートラベルオー
とリザリゼーション、なんかよくわかんないんですけど、とりあえずエスタっていうのを取らないとダメなんですね。テロリストじゃないよ、テロリストじゃないから、まあ、あの俳優さんに対するテロリストかもしれないけども、普通にあの人を傷つけたりしないよっていう証明がありまして、これを持たないで空港に行って引っかかる人結構多いっていうのを聞いてるので、私も速攻申請をしました。でこれがですね、なんと14ドルも取られたんですね。あのどんだけ儲けるのアメリカ合衆国と思いながら。ちなみにこれはトランプ政権になったから、あのドータルコータルではなくてオバマの時からあるシステムだそうなんですけども、これがね14ドルだよ。たっか1,512円、あなたの国に入らせてくださいっていうだけで1,512円かかるんですよ。ちょっと私これはねなんか信じられないし、ただですねこれ承認が24時間から48時間ぐらいかかりますって書いてあったんですけど、30分ぐらいであの承認が下りまして、お金もきっちり取られて、一応もうあの入国しても OK ですよ、あなたはテロリストじゃないですよっていう税関通れるので、最終決定を下すことになりました。下されたのでありがとうございます、はい、あのトム・ヒドルストに対するテロを起こさないようにしたいと思います。というわけでですね、今のところ揃えているのがこれぐらいかな。舞台のチケット、航空券で、キックス関空までのバスで、ホテル、あ、Wi-Fi、 そう向こうでね、あの道に迷ったり、あの英語ができないので翻訳が絶対にいるので、 Wi-Fi ですね、これもすごく安いところを見つけて1308円でございます。4日間、めちゃくちゃ安い、嘘かなと思ってます、はい、正直。なのでちょっと 4G1GB1日なので、もうちょっと上げてもいいかなと思います。これがどのぐらいなのかはちょっと分からなくて、かなり安いプランを見つくろってこの値段ですね、はい。一応今のところ準備してるのはこれだけですね。なんかニューヨーク関連の書籍とか買ってなくて、どっちにしろなんかここを進めないって言われてもいけないから、こういうふうにあの旅行会社のこのなんだろう、パンフレットを見るだけで地図とかも載ってますしね、十分なんです。行く時間とかマジでないので、はい。なので買ったのはこれですね、以前あのライブでもご紹介しました一人歩きの会話集、英語ですね、はい。これあのよくわからないで買ったけども、ちゃんとアメリカ英語だったのでよかったっていう話ですね、はい。結構面白い。私はブラッド・ピットのファンです。そうなんですね、私はレオナルド・ディカプリオのファンです。戦争ですねとかそういう面白い文言も載っておりませんので結構楽しい本にはなるかなと思いますですね。ただちょっとカタカナの読み方のイントネーションがあんまりわからんっていうのがありますが、一応これだけ持っていけばなんとかなるかなと思っているので、はい。これがですね900円税別、まあ1000円ぐらいにしとこう、はい。というわけでですね、一応今のところ揃えているのはこれぐらいになります、はい。なぜお前はまだ舞台を見てないのにパンフレットを持ってんだって話ですね。これはロンドンで見に行った友達に頼みました。中身はちょっとねまだお見せできないんですけど、もしニューヨークで売ってればまた買おうと思います、はい。というわけでですね、じゃあ今まであのご案内をしたですね料金で今のところいくらかかっているのかということをご紹介したいと思います。ちなみに中華航空、エアチャイナなんですけども、関空から北京は座席指定ができて、帰りのニューワークから北京、北京から、キックスっていうのも、座席指定ができました。私、キックスから北京は、窓際を取りました。飛行機結構窓際、新幹線も窓際が好きなので窓際を取ってます。で、ニューワークから北京の18時間ぐらい乗るフライトはあの通路側にしました。お手洗い絶対行くので気使いたくないので通路側にしました。ただですね、キックスから北京から JFK はもう取れないって言われちゃったので、これはもうですね一か八か早めにあのカウンターに行くしかないということだけ伺っております。というわけで計算をしたいと思います。まずはチケット代37,050円足す、航空券82,142円足す、ホテル13,500円、これまだねちょっと変えてもいいかなと思いますね、余裕があるなら。足す、バス代4,180円足す、エスタ1,512円足す、これなんだ1308円ってなんだっけ、
ああ、Wi-Fi か。1308円足す、本を出ました。14,695円でございます。今のところ2泊4日ニューヨーク弾丸ツアーですね。食事代とか全く入っておりません。じゃあ北京から、JFK ニューヨークから北京の間に機内食が出るかどうかは分かりませんって言われました。はい、そんな時間ね、何も食べなかったらちょっとお腹空いちゃうかなと思うので、今のところかかっているお金が14,692円です。これが安いと取るか高いと取るかちょっと分かんないんですけど、私としては頑張ってる方かなと思います。食事代とかニューヨークは都会なのでメトロとかも結構高いかなっていうのと、あとチップがいるのでプラスアルファでかなりいろいろかかってくるのかなと思います。ちなみにあの知り合いの方、皆さんお土産は買ってきません。あの荷物最小限で行くので、なんだったらバックパックで行こうと思ったんですけど、ちょっと席がいい席が取れたのでジーンズでは行けないような席になってしまったので、ちょっとあのね、あの舞踏会に着ていくドレスを買わなければいけないことにはなったんですけど、まあ、そのドレス代も加算されていくかなと思います。というわけでですね、私のニューヨークへの旅、愛は国境恋すぎるの旅、今のところかかったお金は14,692円でございます。これからあの減ることはないと思うので、どれだけ増えるか皆様楽しみにしててください。それではまた第何でお会いしましょう。バイバーイ。